ス研究所は今16店舗の加盟で運営していて、年代としては割と若い人は多いですね。20代から、一番上でも40ぐらいかな。まあ職種としては飲食業っていう形の方々、あとはアーティスト、あとはデザインをやっているような人っていう方々がメインだと思います。よく新聞にも取り上げられるここの、話題みたいなものは何かありますか？最近ではアートガチャポンって言って、ガチャガチャっていうのがありますよね。コイン入れて100円とか200円とか入れて、そしてなんかカプセルが出てくるような、子供がよくやってるような、それが最近ちょっとよく新聞とか問い合わせがあります。それを今各お店、今町全体で開発研究所で一つ置いて、各お店のそのなんかそのサービス品だとか、なんか200円相当のものを今中に入れてるんですけど、それをもうちょっと増やして、各店舗ごとにそういうガチャガチャがあると面白いかなと思います。